でしょう。手作りアートマーケットのブースです。ちょっと今から手作りアートマーケットのブースだけ回っていこうかと思ってます。何があるんでしょうか。高いですよね、手作りだから。チョークアート、似顔絵。売れないよ、こんなの。売れないよ、こんなの。年収200くらいでしょ、どうせ行ったってね。あ、うまそうだな、隣。マークとかどうでもよくなってきた、ね、ハンドメイドマーケット盛り上がるとは言っても、稼げないっしょ。これぐらいのレベルは中国人できるからね、別に、うん、カオリンのもんがいっぱいあるんだね。カオリンのもんが、ガラガラだ。ちょっとフリマのところと比べるとちょっとガラガラっすね、うん、企業ブースかな、うん、ハンドメイドのコーナーは狭いですね、うん、人が少ないのやっぱ儲かんないっすね、うん、なんかやっぱ企業の資本力には勝てないんですね、多分。日本国内で自力で作るのは、人間国宝とかだったらまだ別なんだけど、うん、300円、うん、ハンドメイドのふりして俺もね、なんか出るわ、うん、ハンドメイドのふりしてね、
ちょっと触っていいですか。大丈夫ですよ。そうですか。